覚えてますか。もう本当にもう露出グーってます。もうちょっとで乳首じゃないですか。さあ CD 売り上げは全世界で8500万枚。ブリトニー・スピアーズというワードはインターネット検索数世界ナンバーワンでギネス記録って。5年ぶり5度目の来日ということですね。はい、さあ今回来日でヘイヘイがテレビ初出演ということでございます。なぜヘイヘイなんでしょうね、僕ならミュージックステーション出ますけど。あのヘイヘイが好きだからです。今回新曲の PV が話題になってるということなんですけど、何なんですかね、話題になってる部分っていうのは。どういうことですか。I don't know if they like メディアで反響を呼んでる部分が中に入ってるんだっていう。 And also people talk about a bunch of different characters、いろんなキャラクターに自分がこうコスプレしてるところだと思います。なるほど、ちょっと見てみましょう。ちょっと見てみますか。こちらが世界中のメディアで騒がれているブリトニー・スピアーズの新曲 PV。 さまざまなコスプレ姿を披露するブリトニーですが、この後さらに究極のコスプレを披露。何ブリトニー全裸じゃない。オープン。食べたでしょ。いや、食べてない。手作りは明治のピュアチョコレートで。 The Power of Dreams。新曲 PV でさまざまなコスプレを披露するブリトニーですが、この後さらに究極のコスプレを披露。ブリトニー全裸じゃない。以上、多彩なコスプレ姿を披露するブリトニーでした。I didn't have one for that shot. あの時にはコスチュームがないコスプレなんですね。いや、ない。いや、たまにあんなおっさん見ますけどね、サウナで。あの後もう水風呂直行ですよ。さあ、今回ヘイヘイ、9年ぶりですけど、いかがでしょうか。Enjoy being on the show?Awesome. I like it a lot. Fans are great. とにかくファンの皆さんがすごく素晴らしいのでいつも。まあまあこうやってね日本来ても今はちょっと円高で大変ですけどもね。Yen is kind of strong and dollars are weak, so it's hard for you, right? Yes. え、そうです。辛いです。辛いです。どうかこの後日本で行きたいところとかあるんですか？Anywhere you'd like to go in Japan while you're here?Shopping. とにかくショッピングです。ね、でもまあちょっと今円高で大変です。もうええわ。どうもありがとうございました。早っ。早いよ。早すぎるんです。すいません。What you doing? What you doing? What you doing? What you doing?
with the Jew. You know the rest of Rio, baby you. Got all the puppets with the strings up. Faking like a good one, but I call them like I see them. I know what you are, baby. Womanizer.